で、ちょうどですね、卒業式ですとか、あるいは、式典ですね。成人式もそうですし、ちょうど、記念、結婚式とか、式典ですね。あるいはですね、試験ですね。面接官によります。例えば、受験でもそうですし、または就職の試験なんかっていう時もですね、割とお顔を、男性の方でも、剃っていく。